こんにちは、おこぜでございます。今回はですね、じゃじゃん、パウル公認アウトドアでホットサンドの中からドーン、これですね、バターしみしみ厚切りベーコンのメープルがけトーストを作ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。では、はい、まず用意したのはですね、4枚スライスのトースト、あとバターですね、あと厚切りベーコンですね、厚切りベーコンと、それからメープルシロップですね、あとはバウルーね、あと外のバーナーとかを準備しております。これで調理してきます。はい、それでは、まずですね、パンにバターを塗っていきます。厚切りですね、バターですね、バターナイフで塗っていきます。あ、うまくいかないもんですね。一応ですね、バター塗ってみたんですけど、やっぱ固形はね、難しい、ムラがあってね、そこでですね、これいつものこれを混ぜちゃおうかな。やっぱこれに限るな。よいしょ。楽だよ。やっぱこれに限るな。ま、固まってるやつの方が美味しいんでしょうけどね。ああ、もうほら。断然仕上がりが違うじゃないですか。こんな感じでね。うまいに決まってますよ。はい、バターの塗り方終了です。はい、次に厚切りベーコンですね。これをパンにのせまーす。こんな感じですね。のせました。はい、それではですね、バウルー登場ですね。よいしょ、これに今作ったパンですね、これを入れていきます。入るかな、あ、入りますね、やっぱり。よいしょ、お、ギュッと、はい、バウルにインしました。はい、外のバーナーですね、これに着火していきます。はい、着火しました。それではバウルーですねを乗せていきます。もう調理は至って簡単ですよね。これはもうキャンプでもってこいではないでしょうか。ちょっと開けてみますかね。こっちがパン側かな。あ、ちょうどいいぐらいですね。こっちは OK だ。じゃあベーコンどうかな。あ、ベーコンもうちょいですかね。もうちょいひっくり返しましょう。パンはもう十分のような感じ。よいしょ。あ、いいんじゃないですか。完成ですね。は
い、火を止めます。もう一回見てみましょうね。よっと、はい、こんな感じです。美味しそう。こうですね。バウルからパンを出します。はい、こんな感じですね。はい、焼けました。最後にこれですね、メープルシロップ、これをのせます。いっぱいかけた方が美味しいんだろうね。大きい口の方で。うお、トロトロだねこれ。うわぁ、すごいわ。あ、ほんとサラサラなんだね、メープルシロップって。うわぁ、美味しそう。それではカッティングしますね。ですね、今日ゲストがですね、2名いますので半分こにしようか。切れるかな。よいしょ。はい、完成でございます。それでは食べていただきましょう。はい、それでは今日のゲストのですね、長女です手振っても映ってないはい、じゃあ食べてください。どうぞ。いただきます。うん、美味しい。うん、おお、もうちょっとでもベーコンもっと焼いた方がいい。うん、あ、そんなもん。うん、あ、そうか。最初は甘さが、メープルが、うんけど、ベーコンがしっかりしてるから。美味しい。うん、よかった。うん、ありがとうございました。長取りちゃってそれでですね、2人目のゲストですね妻ですどうぞ。いただきます。美味しい。美味しい。うん、お、よかった。そうだね、ベーコンの塩味がやっぱりちょうどいい。ちょうどいい、うん、お、塩味ね、うん、そうですか、よかった、うん、成功でございます。はい、お二人完食でございます長女の方からですね、途中味変でマスタードをつけるとさらに美味しいというお話をいただきました。今回はですね、バウル公認アウトドアでホットサンドの中からメープルかけトーストをご紹介しました。私は今から自分で焼いて食べます今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた、バイバーイ。